こんにちは、ゆっくりさんです。そろそろ模型なんか捨てて、アサルトライフルを持ちたいこの頃、そんなことを思いつつ、カスタムズでゴミ拾い中です。ここはグラフィックカードが湧く部屋があるみたいですね。そんなところには大抵 PMC がいるのですが特に物音一つせず静寂そのもの。こちらの階段を登ればそこにはグラフィックカードが一面に広がるバラ色世界。よーし、ゆっくりさんバッグいっぱいにグラフィックカード入れちゃうぞ。誰あなた？本当に誰あなた？私はゆっくりさん。話せばわかると思うんだ。とりあえずお前から銃を下ろせいいから。痛い痛いそれ痛いやめて。弾切れたのですが、手でリロードを始めてしまって近接武器を取り出せなーい。こうなったら模型でキルして屈辱的なデスを与えてやる。模型長すぎて重心がよく。はい。いやー、今のは絶対プロゲーマーだわー。さすがにゆっくりさんプロゲーマーには勝てないわー。わー。模型なんかクソくらえ。おっと、撮影が始まっているとは知らず冗談を言ってしまいました。ちょっと気分転換に MDR を持ってリザーブ徘徊です。スナイパータスクはいずれやっていきましょう。そしてここはリザーブのグラフィックカードが湧くエリア。開幕 PMC がダッシュしてくる危ない場所です。そしてゆっくりさん、PMC っぽい足音を検知。音の方角はわかりますが、タルコフは上下の音がわかりづらい気がします。なので敵が同じ階にいるのか、上にいるのか下にいるのか、惑わされてしまうことがしばしば、さすがに1階はなさそうですね。2階か3階にいると思うのですが。おっと3階にいました。相手はハゲですか、攻めましょうかね。一挙前にグレネードを投げつけてきました。次はゆっくりさんのターン。あれ？ハゲじゃないのですが、予定が狂ってしまいました。相手は二人組のようですね。とりあえず一ハゲ、どう来るか？グレ投げの無防備状態を。よっしゃー。1ヘルもいただき、1ハゲ1ヘル、合計で2ハゲヘルですね。ただ、ゆっくりさんの損害もでかく、プラス5アーマーの耐久値を使い切ってしまいました。耐久値0は裸でいるのと一緒。ただの重りはひとまず脱いで保険で帰ってきたところを修理しましょう。さて、ヘルメットプレイヤーの方は SVD にタクテック。どう打ち切るしてしまったのでタクテクは耐久値が減ってしまっていますね。お腹は守れませんが、使い勝手がいいのでゆっくりさんタクテク大好き。持ち帰りたいのでタクテクに着替えておきましょう。511製のこちらのプレートキャリア、サバゲーをしている人の中にはリアルでお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。そしてハゲプレイヤーの方は SKS にカラウンドでしたね。ゆっくりさんが着ていたグジェリよりカラウンドの方が修理した時の耐久値の減少率が低いので、繰り返し使用しやすいですが、初期の耐久値は低いので死にやすい気はしますね。当たらなければどうということはない方におすすめの一品になっております。リザーブのホラゲスポットの地下にやってまいりました。どうやらレーダーはいないようで電源もついておらず誰も来ていない様子、なわけもなく、かすかな足音が聞こえました。いましたね。グレネードで牽制。これに乗じて裏から回ってみようと思いましたが、こっちは浸水マップで足音ポチャポチャしますし、歩くスピードも激遅くんになるんだった。おん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 、なんであの人倒れてるの？具合でも悪くなりましたか？あとあとリザルト画面を見てみたらどうやらさっきの適当打ちでヘッドショット入ったみたいです。さっきのこれ。上手い人はこういうショットをまぐれ、まぐれじゃないに関わらず、バンバン入れちゃうんでしょうね。たまったもんじゃないです。ヘッドショット切るの何がいいって、すぐ殺せるのはもちろんのこと、敵のアーマーを無傷で手に入れることができるんですよね。タクテクを無傷で手に入れることができてゆっくり3、5万越。ショアラインに来ました。そしたらね、ワンパク坊やが目の前を通り過ぎたのですよ。これは遊んであげなくちゃ。待って待ってー。今回ボルトアクションライフルとショットガンを持ってきました。どちらで遊ぶか悩み物ですね。ワンパク坊や、ゆっくりさんに気づいた模様。遊ぼー。あははは、あははは、楽しいね。おっとゆっくりさんとしたことが、本当は足を狙いたかったんですが、お腹を狙ってしまいました。次ワンパク坊やを見たら足を狙ってみましょう。おん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 、いかにもゆっくりさんに登ってほしそうな作りになっていますね。よっこいしょ、へーの上って登れるんですね。と言ってもこんなところに狙撃ポイント構えても、
殺せるタイミングは少ないような気がしますが、と言った10秒後、本当にタイミングよく PMC がやってきました。うわん、頭に入らなかった。よく狙えばゆっくりさんにだって、うわん、頭に入らなかった。さすがにこんだけ撃ってたら位置がバレてしまったかな？作戦変更、グレネードキルタスクを進める方に変更、どうだ？やったか？バッドポイントにグレネードをスローイングしてしまいました。どうやら敵は詰めてきたようですね。撃たれていないということは位置はバレていなさそう。ならばゆっくりさんから行きますよ。持っておいてよかったショットガン。すごい滑らかな腰遣いで死んでいきましたね。さすがに家の上に陰湿な野郎がいるとは思うまい。ゆっくりさんもまさかお試しで登った場所に敵が来るとは思いもよりませんでした。ありがとね。いつものごとく、港の事務所にやってきたら、遠くからドタバタ走ってくる二人のプレイヤーの音を確認しました。後ろからこんにちょっといきなり体回転させるの反則行為ですよ。うわびっくりしたぞハゲ。ステイクールステイクール。あっちは怯えている。弾を打ち切るまで待って。ガッハッハ、初心者と引率者だったかな？先に引率者を倒したゆっくりさんの勝ちですよ。いやー、危なかったな。インターチェンジで銃声のなる方へ向かったら敵さんを発見しました。ゆっくりさんが持っている武器はサブマシンガン。適正距離ではないのでグレネードキルタスクを進められるか試してみましょう。やってもうた。キルすることができませんでしたが、重傷を負わせることはできたはず。回復される前に詰めてしまいましょう。とりあえずお祈りグレネードを一つどうぞ。どこ行っちゃったかな？敵のゼイハーゼイハーという息遣いで場所を特定することができました。ショットガンナーを買った AKS 坊や、敵から追いはぎした装備を追いはぎする。その後グラフィックカードが湧くと言われているイデアの事務所に向かっている最中、待ち伏せに遭ってしまいました。一応クリアリングと思って右側を向いていたのが功を成しました。あってよかった手術キット。いつからか手術にもスキルが適用されましたね。スキルはレベルマックスに到達するとエリートかと呼ばれ特別に特殊能力を付与されます。手術というのは、壊死した部分を手術すると体力の最大値が減少するのですが、手術スキルを膜にするとこの体力の最大値減少ペナルティがなくなるそうですね。長い道のりになりそうです。手術を終え、グラフィックカード部屋に行こうとしたところに、部屋から聞こえる足音を検知。見えた。手術している間にこの子に先を越されてしまいました。おそらく何も残っていないでしょうね。今殺した子はスカブだったみたいですね。スカブにはポーチがないので高額アイテムを拾っていたら横取りできますが、そのようなものはありませんでした。残念。待ち伏せにあった方はというと、AK 棒や、漁ったアイテムをよこしな。目星いものはバックパックに入っていた赤ガンパウダーあたりでしょうかね。さてさて、気分が乗ってきたのでタスク消化していきましょう。どんなタスクかというとサイレンサー付きのショットガンで、PMC を殺してこいと言ったもの、なんだか近くで足音がしますね。おっと発見しました。おっと逃してしまいました。ショットガンキルタスクのついでに、フラッシュ版で目くらましを食らった PMC をキルしてこいというタスクも一緒に消化中です。意外とこれが終わらない。敵がフラッシュ版に食らったかなと思ってキルしてもタスクが、ってちょいちょい回り込み厳禁ですよ。もう、フラッシュ版食らう前に死なないでよね。その後ファクトリー恒例の出口待ちに遭遇。これでも買ってくらいフラッシュ版を投入してやりますよ。おっとしくじってしまいました。自分が食らっては元も子もないですからね。出口待ちハンターゆっくり剣山。もう、またフラッシュ版食らってないじゃん。怒涛のファクトリー周回、怒涛の敵スポーン1周回、ショットガン相手に連射系は卑怯ですよ。ゆっくり休んでね、オッケー。なんだかもう一人いたような気がするけど弾ごめするために一旦下がりましょうか。なんだかすごいスカブが起こってますね。スカブが起こって追い立てる理由は？回り込んでみてみたらピストルマンが倒れていました。やはり軽装マンにはスカブは容赦しないってのは本当なのですね。皆さんも軽装でお出かけの際はスカブが寄ってくるらしいのでお気をつけください。
そしてオフィス棟にやって参りましたら足音が一つ。敵もタスク勢か？いた。やはりこういう狭い場所で長物を持ってくると取り回しが悪いですね。運よくゆっくりさんの圧が勝ちました。晴れた日にたまには気分転換でリザーブへ。そしたらグラフィックカード狙いのケイソーマンを発見。油断してゆっくりさんも足を負傷。もう一人お仲間がいたようなので攻めまくります。安上がり装備の時のゆっくりさんを甘く見ないでいただきたい。失うものがない時ほど強くなる現象。直したい。失うものが高額だとすぐ死んじゃうのです。じゃあお化けだー。なんだハゲか。すばしっこいハゲだな。ゆっくりさん満身創痍なのですが、もう生きるなんかいい。とりあえず逃げる。圧倒もナイファーさんちっす。あのナイファーの顔、戦いなんか興味ない。アイテムが欲しいんだと言わんばかり。さっきのハゲ詰めてくるかな？ははは、は、詰めてこなければやられなかったのに、なんかナイファーっぽい殺気を感じたので急いで様子見に。さっき見たナイファーかどうかわかりませんが、落ち着いた今、君にもゆっくりさんのタスクの肥やしになってもらいますよ。まずはフラッシュ版を一つまみ、ショットガンでフィニッシュ。もう、君もフラッシュ版食らってないじゃん。残りショットガンキルタスクは一人殺せば終わりますので、ラストはファクトリーで終わりましょう。頭を頑丈に守るヘルメットを使っておりますので、視界が狭いですがご了承ください。おん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 。よっしゃー。ショットガンキルタスク終わったのですがおまけがついてきました。彼もまたショットガンキルタスク消化中かな？できればグレネードキルタスクを進めるためにグレネードで死んでほしいところ。第2ラウンド、はい。オッケー。ただ、足音がまだ一つ。えらい軽い装備ですね。通路で殺したチームとは違う子かな？結局通路でショットガンキル2、グレキル1、最後のケイソーくんショットガンキル1でフィニッシュしました。タスクが一つ終わると達成感がありますね。てな感じで今回はこのあたりで、まったねー。